MOS6500 にはアメリカの MOS テクノロジーが1975年に発表した8ビット MPU である。1977年に発売された Apple II に搭載されて一躍有名になり、その後 PET2001、CBM3032、ビッグマイ1 0 0 1等、主にコモドール社の製品で採用されていた。日本では パソコン用の CPU としての採用例は比較的少ない方だが互換 CPU がファミリーコンピュータや PC エンジンに採用されている。MOS テクノロジー6500にマイクロプロセッサモトローラの MG6800 をモデルにレジスタセットの簡素化を図り多彩なアドレッシングモードとよく練られたパイプライン機構を持ち同時期に設計された 同一程度動作ロックの他 CPU 群に比べて格段に高速に演算処理を実行できた。レジスタを小さく少なくしハードウェア規模を減らして高速化を図ったのではないかと見られる節がある一方で以下のような特徴を持つ。当時の競合製品と比較して破格の安値が付けられたことでアメリカのホビーストの間ではポピュラーな存在となった。設計は MC6800 によく似ていて、バスが互換のほかピン配置も一部を除いて揃っている。6 8系と同様に MPU と呼称されることがあるが、MC6800 シリーズと違って、バイトオーダーはリトルエンディアンである。モステクノロジーはモトローラからスピンアウトしたチームで当初に発表した MCS6501 で起こったモトローラとの特許。 軽装もあって、1976年に資金難からコモドール傘下のコモドールセミコンダクターグループとなっていたが、IC のマーキングには MOS ブランドがしばらく使用されていた。同社は1994年にコモドールごと倒産した。セカンドソースは他社にわたるが、ロックウェルインターナショナル社やウェスタンデザインセンター、シナーテック、GTE などがあり、 MOS テクノロジーの後を引き継ぐ形になっている。最初、MOS プロセスで生産されたが、後にロックウェルとウエスタンデザインセンターから CMOS 版の 65C02 が登場した。65C02 では STZ やブラといった命令が追加され、6502にあったバグが修正されたが、作られた 65C02 の拡張命令のコードは、両者で異なっていた。 周辺チップとしては、6502用のタイミングに、合わせた 6521PIA や6522、6551などが用意されていた。ただし、N には16芯一桁の数値を指定する。6502の割り込み処理は3種類ある。それぞれの割り込みにつき、所定のアドレスに割り込み処理ルーチンの先頭アドレスが記載されており、 割り込みが入るとそこへ制御を移す。割り込み処理ルーチンを終了して元のルーチンに復帰するにはって命令を使用する。w 6 5 c 0 2 6 5 c 0に c m o s 版で命令が拡張されている。w 6 5 c 0に c m o s 版でロックウェルのものとは別の形で命令が拡張されている。AppleEA、F などに採用。 6507-6502のアドレスを13ビットに削減したもの。あたり2600で使用。6510-6502にクロック入力ピント、i、オーボートを追加。ビッグマイナス -20 の後継機、コモドール64、MAX マシーンで使用。改良版の7501、8500、8501というバリエーションも存在する。 8 5 0 2 6 5 1 0を高速化コモドール128で使用 RP2A03ERP65C02CMOS 版6502ロックウェル 1000MOS 版6502とピンコンパチブル、命令コンパチブルでありさらに59の命令の追加パワーダウン、スタンバイモードなど CMOS の特徴を備える RP2A036502 から重心、演算関連の機能が削除され、サウンド機能が追加されているもの。ファミリーコンピュータで使用。CPU の IP コアも存在した。Hack6280A Hack6280。ハドソンが開発。コークロック化が図られ独自に命令拡張がなされたもの。PC エンジンで使用。 65,816S ンデザインセンターが開発。レジスタの16ビット化を含む多くの機能拡張がなされたもの。a p p l EX やスーパーファミコンで採用。740ファミリルネサスエレクトロニクス社製の8ビット MCU コア。7200、740、7450、7470、7600。 3万8000シリーズがある。8ビット定数を直接0ページに入れる命令、上序さん命令を備える。ビット操作、ブランチ命令もあるが、両65シーレイのものとは互換性がない。スタックは1ページではなく0ページに置くことも可能。ロムラムと周辺機能を内蔵し、0ページの回は I、い、オーレジスタとなっている。 7700ファミリルネサスエレクトロニクス社製の16ビット MCU コア7700、7900シリーズがある。公式には歌っていないが、内容的には6 5 0二を拡張したもので、65816とは、レジスタ構成と命令セットの多くが共通であり、さらに多倍と超高度の命令が増えている。6 5 0 0二エミュレーションモードはない。ビット操作。 ブランチ命令は、両 65C レーニア740シリーズとは互換性がない。ロムラムと周辺機能を内蔵する。YM-2000 にヤマハ製の互換 CPU。0ページが2ページあり、Z80 の表レジスタ、裏レジスタのように切り替えられる。ホームコンピュータで使用した。SPU ソニー製のチップ、または CPU コアで、 8ビットのアキュムレータの上下の4ビットの部分を交換する XCN と8ビット8ビットイコール16ビットの乗算命令が追加されている。スーパーファミコンの DSP 制御用としても使用された。なお、ARM の設計は6502を参考に行われたとされることがあるが、設計者らは6502を参考に設計を行ったわけではない。 アームの命令セットを設計したソフィー・ウィルソンは6502 0とアームにはほとんど共通点がないと述べている。別のインタビューではメモリアクセスが比較的に高性能であり6 5 0 0にはそれを利用するバランスが優れていたということのみ言及している。ありがとうございます。